超電子バイオマン、仮面ライダーブラック、仮面ライダーブラック RX、今回はバイオマンと仮面ライダーブラック、そしてブラック RX、してこの7人ヒーローを合わせて野外ステージのような感じで、動画を作っていきたいと思います。敵の方はジャーク将軍、そしてシルバー、シャドウムーン、そしてガーディアン4人衆、これで立ち向かいます。まずは、ブラックと、グリーン2イエロー4でガーディアンと対決します。2人を相手にするアレックスに対して、ブルース3イエロー4が加勢します。シルバーのバイパスターを迎え撃て、ピンチになるブラック、それに対してグリーン2のグリーンブーメラン、そしてイエロー4のバイオアロー、こちらで応戦していきます。シャドウムーンはサタンサーベルで、レッドワンと、こちらのバイオソードを使った戦いを繰り広げます。アーレックスがリボルケインを使ってサタンサーベルを使ったシャドウムーンを、かわし、レッドワンを助けます。ジャーク将軍が現れてシャドウムーンを救い出し、アーレックス、レッドワン大ピンチ。ジャーク将軍の攻撃によって一気に立場が逆転し、バイオマンとブラック、ブラックアーレックス大ピンチ。シルバー、シャドウムーンを加え、こちらガーディアン、全てに囲まれて大ピンチを迎えます。バイオマンと、ライダーの2人を助けたのはライダーの愛車バトルホッパーとアクロバッターでした。これによってヒーローたちはピンチから逃れることができました。ブラックとアレックスはそれぞれオートバイによりガーディアンたちを蹴散らします。最後はバイオエレクトロのビッグアロー、そしてブラックキック、アレックスキック、これによって3人の大幹部、ジャーク将軍、シルバー、シャドウムーンを撃退します。さあ、いかがだったでしょうか。今回は超電子バイオマンと2人の仮面ライダーということで、野外劇場風に、昭和の感じを出して、ちょっと演出をした動画にしてみました。なぜブラックなのか、アーレックスなのか、まあシルバーなんで銀色の幹部のシャドウムーン使いたかったのと、だったらジャーク将軍をちょっとてっぺんにしてみようかなという考え方でブラックとブラックアーレックスを使ってみました。ちなみにこっちはバーサスで、こっちは、衝動王の方ですね。まあ都合でこういう感じのライダーを使ってみました。本当は V3 とかストロンガーの方があったかもしれませんが、まあちょっと私の考え方で今回ちょっとこういうのやってみました。皆さん見ていただいていかがだったでしょうか。ぜひともチャンネル登録、高評価、コメントの方、特にコメントの方よろしくお願いします。